スポーン。はい、始まりました、セブンデイズトゥーダイの時間でございます。来た。さあ、我々 MSSP ね、だいぶ前に一度プレイしたことがあるんですけども、だいぶその頃とはアップデートを重ね、内容も変わったということで、今回は我々再挑戦していきたいと思います。なるほど。果たして7日目を生き残ることはできるのか、やっていきましょう。私が FB37 です。そして本当のサバイバー、キックマーク2です。ハルマットです。ヤです。では早速やっていきましょう。非常に久しぶりにセブンデイズトゥーダイの世界へ参りました。お、アロマからパーティーの、アロマから友達招待、こいつやったら場所わかるんじゃないの。 MMO 慣れしてやがる。これどうなってんの。昔やった時って日本語だったっけ。いや、そうだよね。いやいや、日本じゃないね。そう、あの、まずね、セブンデイズトゥーダイはですね、あ、これ、ね、まずは離れたとこでみんな、そう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 。じゃあとりあえずは俺んとこどうかな。うん、ああ、いいと思います。まずマップはもうランダムです。ランダムマップです。やべやべやべ、ゾンビゾンビゾンビ。いやけど結構山越えないといけない。アロエベラ貴重じゃあったっけ。まあ結構どうだろうね。いや、あの時のね、ちょっと感覚は捨てた方がとりあえずいいんじゃないかな。だいぶ変わってるっぽいかな。あー、そうなの。まあとりあえずなんか草とか殴っていこうかな。とりあえず石斧を作るのは多分変わってないから。いや、何してたっけ俺ら最初。鳥の巣結構貴重じゃあった。まず斧とか作ってあれレベルとか上げてたんじゃなかったかな。そうだね、斧を作るのは間違いなかったな。あー、でも弓とかも、あー、でもだいぶなんかすごいやりやすくなったというか、やりやすくはなってる気がする、うん、気がする。あの弓とかもすぐ作れるから。日本語になってるだけで十分やりやすいからな。ああ、そうだね、弓速攻で作れるよ。あ、ちょっと待って。いやけど2キロって遠いな。いや遠いよ。ちなみに今回、時間は1日の時間は40分、通常60分ですがちょっと短めにしてあります。難易度はそのまま。あ、ゾンビだ。第一ゾンビ。今回ゾンビどうなんだろう。わかんない。お、大きい道路出た。お前無邪気かよ。無邪気か。お、大きい道路出た。FB にだいぶ近づいてきた。いいぞ。800m なんてダッシュで走れば一瞬で終わる。なあ、人間がいい感じで走ればぼちぼちね、すぐ着くんだけどな。え、お前そんな速く走れない。なんだとこの野郎。なんかぴょんぴょん丸いる。やべえ、ぴょんぴょんぴょんしてるこのデブ。いて。あー、超でかい。それぴょんぴょんデブやばいでしょ。そいつに構うな。最初の方は良くないぞ。まずはよし、あと半分ぐらいだ。やばい、 FB のとこ行くのに山越えなきゃいけないかも。これ行けねえじゃん。いて。あ、カラスだ。カラスが殴ってくる。カラス殴ってくるだろ。カラスやべ、どこまでも追いかけてくる。あ、でもだいぶお前ら近くなってきたな。あ、やべえ、ゾンビだ。なめんじゃねえぞ、弓も作ってやるんだこっちは。ほよ、店長。そっち隠れられそうな家とかある？家はいっぱいあるよ。なに、こんなに。もうちょっと良かったんだけど。あ、誰か来た。あ、キックン、ゾンビゾンビいる。キックンか、これ気持ち悪い。気持ち悪い。お前の方がゾンビじゃねえかよ。そんなことない、俺は健康的だぞ。ちょっと待って、ね、どんな戦い。ああ、いけるもんだよ。ああ、いいね。ああ、でもやばい、まずまだやれてない。復活。あと 1.、 あと1キロ。いてー。食らいすぎじゃないですか。今味方からの打撃を受けました。あ、そういうことか。そこの家入ろうぜ。家の中結構いるぜ、ゾンビとか。武器あんの。いるんですね。ほら、いるよ。あ、な、違った、ゾンビじゃねえ。お前らゾンビに見えんだよ。なんだこの緑。ピッコロ。お前自分のカラーを肌色にするな。ピッコロ。お前気持ち悪いな。いや、あなたもですよ。いや、あなたもですよじゃないよ。いや、あなたもですよ。まあ、あと1キロ切った、やっと。オッケー、お前らとりあえず武器作る、武器。いて、刺さった。トゲ。あの辺かな。イエーイ。やっと斧できたぞ。短いか。斧じゃダメなの？斧よりもコンボの方が強いんじゃない？なんかそういうのもあったよね、いろいろ。意外とも時間がやばい。うわー、犬だー、犬だー、やべえ、犬だー。それやばい、それやばい。強すぎる犬。あ、死んだ。
やばい、なんか寄ってきてる気がする。あと 400m です。頼む、後ろからやってくれ。俺来た、痛い。まあ続々と登場してる。危ない、痛い。おぉ、至近距離ヘッショット。やばい、弓作った方がいいよ、これ。オッケー。わぁ、ヘッドショット。死んでない、死んでない。一発じゃないんだ。あれ、やば。懐かしいな、やばね、ヘッドショットとか。な、やば、あれないとダメだよ。鳥の巣。だから鳥の巣重要なんだよ。できた。あぁ、くそ、ヒットアンドウェイ。ヒットアンドウェイ、意外と難しい。槍作った方がいいな。そうはね、槍どうやって作る？意外と難しい。槍は小石と木材と繊維だね。小石がない。いや、これか。これ石じゃなくね？痛え！殴ってないけど殴ったかも。カラスだ、多分。え？来たよ。ここら辺カラス飛んでるから気をつけろ。オッケー、アロマ来たっぽいぞ。アロマどこだ？祈りのお前らなんで、まあ、なんで黄色とかグリーン系なんだよ、お前ら。そういうも揃ってよ。バカか、お前らは。話し合い、だいたい予想ついてただろ、今まで。話し合いしただろうがよ。いや、色の話し合いはしてないから。かぶんじゃねえぞってちゃんと言ったよね、髪型。あ、これねって。かぶれない。色でかぶってんじゃねえかよ。来てる来てる来てるよ。ちょっとやめて。待って、どうにいる？一瞬も作りたい。早く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 、あと3秒、3秒、2、1、間に合うか、これ。間に合った。木材、小石、羽。石、小石、あれ？やっぱ小石、あ、小石使ったんだ、これ。いやいやいや、リーチ短いよ、痛い。ほら。基本はやっぱあれだよ、追われてるやつを、は逃げて、その他のやつが倒すっていう形がいいと思う。うわ、すげえ。切った。イエーイ。いや、強いわ。ゾンビの所持物みたいなの調べれなくなったんだね。そうだね。昔はなんか普通に調べてた。頭吹っ飛んだ。もう6時半。そう、結構時間やばいよ。ちょっとじゃあ、どっか家こもってもいいんじゃない？この辺の家はいるの？いる、中に。先住民族。だから、せめて武器だけ作って突入しよう、家の中に。そうだな。うん。石割り作ります。あと最初のクエストは寝袋を作ることだから、まあ簡単に作れるから。ヘッショー、あー外したー。な、やばい。っていうかマジやばいかも、これ。そのマジやばいよね。いや、もう入ろう、じゃあ。家の中に。じゃあもうそこの2階建ての家でいいだろ。気をつける。誰もいないことを。あー、もういるいるいる、明らかにいる。もう中にいるんだよね。ほら、いて。いいか、襲われてる。早い、こいつ。早い。何こいつ元気だ。やばい、元気だ、元気さん、元気さん、やばい。包帯で止血しましょう。包帯ない、いてぇ。こいつ離れたのに、なんで今からも来てるぞ、アルマ。やべ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 、包帯くれ。結構強いな。ダメだ。やばい、逃げろ。かっこいい、いる。くっそー、ちょっと待って、閉めろ閉めろ。中にもいるぞ。やべ、なんかめっちゃいる。やべ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 、混沌した。え、これやばくない？これやばい。これ別な家の方がいいんじゃないのか。それでもここやるか。いや、でも、いやもうだってこっから移動できないよ。あ、いいぞ、この。じゃあ、な、上にいるんだ、上にここ。え、やべ、めっちゃ来た。やばい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 。やばい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 。めっちゃ来た。あ、すいません、もうやられました。アロマやばいですか。あ、やばい。あー、食われた。寝袋で寝とけよかった。一旦さ、あ、上上がって階段を破壊するとかの方がいいんじゃない？そうだな。よし、お前ら登ってこい。なんてこった、狭い。野宿かな。無理だ、破壊できねえよこんなの。めちゃくちゃ硬えぞ。マジかよ。やべえ、頼む。とりあえずベッド置いとこう。間に合ってくれ。一回 寝た方がいいね。そうだね。リスポーンポイント、あ、置けねえわこれ。マジかよ。ここは無理だろ、狭すぎる。うおー、今壊してるから。あと、あと、やばい、来てる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 よ。やばい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 、ヘッショット。ネバーダメだ、置けない。
焦やべえ壮絶ですね。ちょっと無理無理無理、もう下がれないよここ。こっち来んな、こっち来んな。危ねえ。倒した。厳しいな。復活した。やべえ、バキバキだ。ゾンビ普通下に降りる。おお、逃げた。ヘッドショット倒した。死んだー。あーあー、第二の犠牲者。あー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 、ゾンビジャンプするようになった。うわ、ダメだ、俺死ぬわ、流血で死ぬ。なんてことだ。死んだ。やべえ、ゾンビ強えな。強いよ。いや強いね。ゾンビ強い。バチクソ強かったな。バチクソ。うわぁ、マジか。一日無駄にしたのマジでかいなこれ。悔やまれるな。どうすりゃいいんだろう。いや、この一日はもう適当なことして。あー、骨折れた。もうダメだ。ボニョボニョちゃん、あーやばい、ゾンビが速くなってる。ブヤーシャー。やべえ、もうこんな夜中に起こされても。いやー、次のやつ来た、もう無理だ。一日すら生きていけない。なんかいろいろ夜の復活はマジでやばいな。うん、どうしようもないわ。どうしようもないね。でもだってどうしようもないあれなんだもん。やっぱ寝袋を最初ちゃんとクエスト通りやるべきだった。しゃがむとなんかステルスポイントみたいなの出るようになったから。ステルスポイント、ほんとだ、なんか6って出てる。 あ、左か、ほんとだ。この数値が低ければ低いほど見つかりにくいってことかな。じゃないかな。え、低いほど見つかりにくい。うん、歩いてみ、増えるから。うん、歩いた時増えるんだから、多分そうじゃないかな。これもしかしてさ、食べ物とかなくなったのかね。ない、見せしめだったのかも。いや、あるあるある。これでは食料ゲージがもう見えなくなった、うん、タブの、そうじゃない。あ、そうなんだ。キャラクターのところのなんかこの電波の強さみたいなところやったら食料、水。あ、統計のとこだ。うん、キル早くやりたいね。どこ集合する。あー、どうしよう、さっきの場所か。やっぱ最初はでも弓やな。弓となんかやっぱ使いやすい武器があればいいんだけどね。いや、遠距離だね。いや、槍とかリーチ長いのかなと思ったら、そんなこともなかったな。そうだね。なんか、ダメージ与えようとすると食らうよね。食らうね。まあ、戦い方見たらあるからね、確かね。でも、それもだから、若干変わってんのかもね。前は結構ヒット&ウェイで倒せたけど。だから、最初のまず7日目を乗り切るために、どうする。まあ、適当な家を占拠するしかないんじゃない。占拠するか作るかなんだけども。いや、占拠の方が早いと思う。ただ占拠の最初は占拠でしょう。占拠の方が早いけども、町はあの特殊ゾンビが湧くから、それはそれできつくなるけど。町じゃない家を占拠する。どっか近いところ一軒、ね、あ、それ俺のところ一軒家だな、今いるところ。あ、本当に。じゃあアロマのとこも集合するか。とりあえず拠点を作んないと話にならんな。うわ、暗い暗い。眺めながら歩いてる状況だとそんなに大丈夫っぽい。うわ、暗い、急に暗くなった。どうしたよ、夜中。月が雲に隠れたらやばい。あ、そういうことか。え、こんなに空綺麗だったっけ。いやー、なんかアップデートでやっぱだいぶ綺麗になったのかな。すげえ空綺麗。すごいわ、感動する。だいぶ変わった。これあれ、ゾンビって明るいとこ集まってきたりするの。俺ゾンビじゃないからわかんない。俺もゾンビじゃないからわからんわ。俺もゾンビじゃないからわからん。明るくなってきた。朝だ。朝か。あれ、これ新しい朝。もしかしていいってこと？もう動いて。4時朝か？やりたい方だよ。やった、活動開始だ。よっしゃ、アルマンとこに行け。よっしゃ。とりあえずだからアルマンの家でなんとか寝袋引いて寝よう。それが第一目標だ。あ、ゾンビ結構いるなここ周りに。あ、基本的にでも家の周りはやっぱ湧きやすいからね、ゾンビ。家調べたい。カラスだー。ああ、あ、カラスだ。カラスさん、こんにちは。こんにちは。おー、すげえ、喋った喋るんだ、最近のカラスって。やべえ、喋るよ。カラスさん、最近楽しいこととかありました？あったかーん。おー、あったかーん。え、カーンですか？オリバーカーンですか？やばい、敵来たカラスめっちゃ焦ってる。いや、やっぱツーマンセルが基本だと思うよ、最初の方は。あ、ウサギだ。え、嘘でしょ。インヌ、インヌくん。あ、インヌくんだ。インヌくんだ。やばいよ、一人じゃ無理だよ、そんな。あ、これ無理だ、まず死ぬわ。流血多分治んねえべ、これ。いや、治る。ただね、
40か50ぐらい食らうね。包帯はなんかどうやって包帯とか作れるならやっぱなんとか作っておく。包帯も作れる、なんか結構簡単に作れるようになってるっぽいぞ。いやでもだいぶ綿花かなんか必要なんじゃなかったっけ。やばい、犬の声だ、ワンワン。あ、包帯はね、端切れっていうのが必要だね。これはあれかな、家のカーテンとかで確か出るはず。お、ちょっと犬2発ぐらい殴ったらどっか行くぞ。あ、殴ったら、うん、どっか行く。でもだって犬2発殴る前に絶対ダメージ食らうんだもん、強すぎる。見て、今度カラスだ。カラスの方が強そうだな。カラスね、2発ぐらいで倒せる。強い。わ、ぴょんぴょん丸だ。うわ、今度犬だ。うるせえ、あいつ。かわいそうになってきた。やばい、流血さばきだ。死ぬ死ぬ。ああ、犬だ。さあ、犬たどり着けねえ。集まる場所もう変わっちまったか。ああ、なに、うわ、カラスだ。同じこと言ってる。ダメだ、死んだ。今日はとりあえず一日生き延びることかな。意外と昼やべえな、この犬とカラスが。にもうゾンビだ、どうでもいいわ、もう。いや、街近づくのよろしくないかも。そうだね、だから街の近くだと。いやでもね、違う、今ね、荒野でも犬がいた。やばい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 、イノシシに殺される。強い強い強い、無理無理無理、やべ、相当イノシシは無理、相当遠くに湧いたな。これつらいわ。あ、FB 今近くいるわ。あ、本当はキックに近い。イエーイ。とりあえず向かう方向決めて、でアイテム拾いつつって感じでいきましょう。オッケー。と、いや、とりあえずあいつらと合流しなきゃいけないから。 あいつらのアルマの方行こう。うん、中間地点ぐらい。やべえ、鳥だ鳥だよ鳥。まず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 、お、早く早く行くぞ。ああ、逃げろ。あの鳥と犬見つけたらもう速攻で逃げろ。あ、でもスポーツバッグ取りたい。なんか今入っててくれ。おー、フラッシュライト。ちょうど真ん中あたりでっけえ岩あるから合流しにくい。やっと家入れた。安全を確保してからじゃないと。あ、ゾンビいるじゃん。あれ、これボトム、ヘビがやべえ。さすが、ヘビが結構怖い。いや、動物系がマジで怖い。強いね。でもね、特徴としてはね、なんか同じ場所にとどまってると出やすい気がするんだ。寄ってくるね。なんかね、やっぱ音立ててるからそこに来るんだね。そうだね。あ、だからなんか石とか叩くときは無限頭部しながら叩くのが一番いい。なるほどね。なるほどね。しかし水とか。スレッジハンマーゲッツ。いてっ。ああ、びっくりした。アルマだった。サーボテ。うわ、なんだあいつ。ハルクかよ。いや、あんたも何ですかそれ。とりあえずあそこの家に寝袋を設置しに戻る。確かに早いうちに一回作っといてほしい。オッケー、とりあえずアロマのとこ行くわ。アロエクリームって回復とかするんだっけ。回復する。するでしょ。あ、じゃあアロエクリーム、アロエベラはマジ有能。アロエクリーム作るのにすげえ時間かかるから、お前ら余裕があったら作っといてもいいぞ。アロエ回収したら。いてぇ、ほんとどうする。よし、そういるのかよゾンビさん。家の中いるな、やっぱりいるね。まあでもそいつら一応倒せば当たんね。イエーイ。よし、ちょっと今さっと、うん、なんだ後ろにいただと。苦戦してるようですね。受けるんでしますよこれ。難易度高え。いや、これ無理だわ。あの、もう外に、いや、もうとりあえず設置しちゃおう。その方がいいわ。救世主様が来たぞ。え、いや、もう早めに近くで寝た方がいいよ。そうそうそう、うん、そうはね、寝た方がいいって。これ置けばいいんだっけ。置けばいいんだと思う。あと拾うしかないし。そうはね、なんとか家の中を安全な場所にしないと。そうだね、安全な家を確保しないと。MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございました。MSS プロジェクトは YouTube そしてニコニコ動画にチャンネルを持ってますので、ぜひご登録の方をお願いいたします。登録ボタンの方はですね、こちらとか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 こちらにございます。そして、下の概要欄にもですね、URL が貼っていると思いますので、ぜひご登録の方お願いします。
ドア。大丈夫です。